朝からお気に入りの場所にやってきました。ここバリラ図書館という図書館なんですけども、もともとすごく好きで本を読んだりいろいろしたりしによく来るとこなのでご紹介したいと思います。はい、私がお気に入りなのはここなんですよ。この図書館のお気に入り、ユハ・レイビスカっていう建築家がここ手掛けてるんですけど、この空間が気持ちよくて光もたっぷり入ってということで、まあ、よく来ると。お気づきになったかもしれないんですけど、子どもたちの元気な声が聞こえてて、これ裏側が保育所になってるんですよ。だからなんかこう和みません？こう元気な声聞こえる、光いっぱいみたいな感じで、エナジースポット、そんな言い方だったっけっていう感じなんです。ここでね、本読んだりなんか手紙書いたりとか手帳の整理とかよくしに来るんですけどね。今日も人が少なくていいな。これ図書館の真ん中に突然なんだよって感じですよね。見えますか？ライナー、タマ、フィルラリ、キリアスとしたって書いてあるんですけど、でですよねこれね、貸し出し用に置いてあるんですよ。普通に動くんですよ、これほらこれを1日限定なんですけど、図書カードを使ってここから借りて荷物運んだりとか自由に使って夕方また返しに来るということができるというのがですね、この図書館の私の好きなとこなんですけど、なんか良くないですか？これなら ちっちゃい引っ越しとかならできるかな、できないかな私まだ借りたことないんですけど、素敵なサービス。今日もですね、新しい本を借りようかなと思ってまして、ちょっとお目当てのがあるんですけど、ないかどうか探してみます。このコーナーじゃないと思う。すごい本見つけました。これ今日探してた本と全然関係ないんですけど、おかゆプーロの本ですって。世界のベストプーロ本当に？味噌、豆腐、大津麦プーロって、これって和風？美味しそう。いいね、こういうの。すごいの見つけましたよ。カスペルストローマンのピパル・カッソン太郎ってこの人知ってます？皆さん
めちゃめちゃ私が好きなインフルエンサーの人なんですけど、あのね、面白いんですよ。で、この近所に住んでるんですよ。あ、個人情報。いや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  結構皆さんこう知ってることなんですけど、あ、面白い。なんかね、彼は建築に関するね、テレビシリーズとかも作ってて面白いんですけど、ジンジャーコッキーで冬に、こちらの文化では、お家をね、クッキーでお家を作る、お菓子の家みたいなのよくやるんですけど、それのちょっとこう試験的な 面白い。レシピ半分、コラム半分、建築要素半分、あれ1.5 みたいな感じなのかな。いやー、この人の奥様がマリメッコのデザイナーされてる方でもあり、私のすごい好きな夫婦。これいいな、面白いの見つけた。すごい懐かしいのがありますよ。ランマ2分の1って日本の漫画ですよね、これね。フィンランド語になってる。すごい。ワンピースとかあるけど。残念なことに漫画があんまりよく分かってないけど、それでも知ってる名前はあるかな。ナルト。みんな読むんですかね、これ。ガーンです。なかったです。なんかね、「ハリー・ポッター」とかはあるんですけど、私このカテゴリーで読みたいのがあったんですよね。思いっきり児童書なんですけどね。まあ残念、予約しとけばよかったのかな。もう返しますかね、とりあえずね。かわいい。本返します。これこの間借りた本なんですけどね、読んでみたらね、暗すぎて、っていうか悲しすぎて、前半だけでもう挫折したんです。 すごい、暗すぎて読めない本っていうのもすごいなとか思ったりして。ということで、これは返却。今日ね、こんな面白そうなの見つけました。今日これ借りてみます。なんかね、2週間しか借りれませんみたいな、延長不可っていうベストセーラーなんですって。この作家のね、もう一個別のやつ前読んで面白かったんですよ。なんかもう借りてみようかなと思います。どうかな。じゃあ行きますかね。道。図書館に犬も来るんですね。優しい。私が犬でも来たいよ。